じゃあその裁判官は責任取れるんですか。安倍さんが総理大臣をしていた時ですけれども、安倍総理の選挙中の演説でですね、札幌で起きたことですけれども、安倍やめろみたいなことを言ってですね、騒ぎが起きたわけなんですけれども、その人物を後ろの方に警察がですね連れて行ったと。これは違法だということで裁判が起こされまして、第一審は警察側が負けてるんですよね。ところがつい先日高等裁判所でのね判決が出まして、第一審の判決がひっくり返りました。そもそもで言うとですね、ヤジを飛ばした人を警察が排除したら損害賠償というね、これはその後の選挙で警察の動きを鈍くさせましたよね。選挙妨害してる、もしくは危険人物と見た時に排除って言っても別にね逮捕したわけではない、後ろの方に連れてただけなんですけどね、それをすると損害賠償というね判決が出ちゃいましたから、これはそれ以降の選挙で警察の対応に大きく影響を及ぼしたわけですよ。そうすると全国でヤジ飛ばしてちょっとどかされたら、はい裁判って言って毎回ですね警察が負けるってことになってしまいますでしょ。そういう空気の中で起きたのが安倍総理の狙撃事件だったわけなんですね。別にこの判決がなければ安倍さんが狙われなかったとか亡くなってなかったかどうかそれは分かりませんよ。ただこれ全警察に徹底されたわけですよ。選挙で妨害するような危険人物がいても排除したら訴えられるっていうね、そういうのが安倍さんの警備に影響を与えたと思いますよ。結果が変わったかどうか分かりませんですけども、これはまあ間違いなく萎縮しましたよね。選挙の警備を萎縮しましたよね。だからその一審の判決が間違ってて、安倍さんの事件があろうがなかろうが今回高等裁判所でひっくり返ったのか、もしくは安倍さんの事件を受けてやっぱ危険人物ちゃんと排除できないと選挙まずいぞってことになって司法がようやく気づいたのか、そのどっちかは分かりませんが、安倍やめろとか言って騒ぎになってですね、おかしくなりそうになった時に排除もできないというですね、この一審札幌の地裁ですねの一審判決があまりに馬鹿げた判決であるということですよ。これはもうたらればの話ですけども、そういう萎縮が起きていなければ安倍さんは生きてたかもしれないわけですからね。必ず影響は与えてるわけですから、一審で有罪判決を下した、裁判官は猛省していただきたいですね。自分の出す判決が社会にどういう影響を与えるのか、いい影響なのか悪い影響なのか、そんなことも判断できない。この賠償金を命ずる判決が出たら後の選挙の警備がほとんど何もできない、そういう風になってしまう。全国の警察官を萎縮させることになる。そうなった時にもしね事件が起きた時に人が死んだら、じゃあその裁判官は責任取れるんですか。取りようもないわけですよ。裁判官の名前は存じ上げませんが、札幌地裁第一審で、賠償命令を下した裁判官はマジで猛省していただきたいと思います。